今回はこれから仙台の麻雀ホール富士でオフ会に参加します。仙台の麻雀コミュニティがあって、そこで定期的にノーレートの麻雀が行われていたそうなんですね。麻雀ホール富士っていう大きなチャンスがあるんですけど、そこで麻雀大会を開催するということでお邪魔させていただきます。今回の麻雀大会の主催者の方、麻雀をもっと広めていきたいとの考えから活動されているそうです。では、実際にどんな大会の様子なのか、動画の方をどうぞ。今回の雀荘がグランドマージャンホール富士です。普段は健康マージャンの大会などが行われている大きめの雀荘です。こちらがグランドマージャンホール富士の看板です。今回参加するのがサキさんカズさんプロデュースのマージャン同窓会カッコ仮第2弾ですね。セット仲間が集まったプチ大会ということですね。どういった大会なんですか？私たちのセットの友達を集めて、コロナもあって全然みんな会えてなかったっていうのもあったので、今回みんなに会いたいっていう気持ちで、そして思いっきし打ちたいなっていう気持ちで大会になります。大会の受付は済ませました。今回僕はここの会場に初めて入ったんですけど、非常に大きいです。奥まで竹が広がっていて、全部で50択あるとおっしゃってました。有名麻雀プロの方のサインが飾ってありますね。健康麻雀の大会では竹が全て埋まる時もあるそうです。抽選の番号を引いたら1番でした。1番の竹で待機しているところです。今回の得点の記録表ですね。2万5000点持ちの3万点返しで、おかわりの馬が1万3万ですね。今日の大会が始まる前に麻雀のオフ会の告知があります。4月10日の11時受付開始で、仙台市泉区にある森の都で競技麻雀のオフ会を開催します。最高位戦の庄司和プロと一緒で、競技麻雀ルールを4半チャン打つ予定です。休憩の合間にヘッドフォン麻雀をして麻雀の解説を行う予定です。参加費が4000円になってます。参加方法は森の都さんでの店頭受付か、庄司さんのツイッターにダイレクトメッセージでお願いします。9択のお店になっています。定員が埋まり次第受付終了とさせていただきます。皆さんの参加お待ちしております。自動卓やリアルでの麻雀に慣れない方も大歓迎ですね。大会始めたいと思います。麻雀同窓会ということで、さきちゃんと私の方でセットの友達集まっていただいた形になるんですけども、さきちゃんからも一言ご挨拶お願いします。皆さんお久しぶりの方、多分3、4年前とか、初めましての方は初めまして、さきと申します。今回は楽しく打つことを目的としておりますので、声は大きく楽しくルールを守ってマージャンしましょう。よろしくお願いします。改めましてプロになりました、庄司和です。よろしくお願いします。久しぶりにみんなでマージャン見てたらなということで、対局者に対しては敬って、昔も自分そうだったなっていう風に思い出しながら優しくしていただければと思いますので、一日楽しく打ちましょう。よろしくお願いします。堀内さん、ご参加いただいてます。今回初参加させていただきます、堀内です。よろしくお願いします。今日参加した様子を動画撮影させていただきますので、ご協力お願いいたします。今回は赤ありのありありルールです。50分打ち切り、対局が終了しましたら卓内で合計点数を確認して運営までお持ちください。各賞準備してます。優勝、準優勝、3位、プーピー賞、あと役満賞もございます。久々の窃盗仲間との対局になるので、目いっぱい楽しく打ちましょう。どうぞよろしくお願いします。麻雀大会が始まりました。初戦はシャーチャースタートでドラガトン、4回戦での総合ポイントを競います。ツモ数層で3番切り、手牌は両面とカンチャンが2つある両シャンテンです。カンパス層が埋まって数ピン切り、ピンフのいいシャンテンになりました。ツモ数層でチュン切り、受け入れを最大にします。13巡目にトイメンからおエリーが入ります。一発目に持ってきたのは無筋のパーマン、ペイの統一落としをしてリーチに対して回ります。終盤にカメチャがナンを仕掛けます。自順に6万を積もって、なんドラドラ。1000、2000の上がりとなりました。トン2曲、なんちゃドラはチュン。ツモ数層で3万切り。手牌は3統一で、あんこは1つあります。お高ずのペイが統一で、ドラのチュンが浮いている形。本一と統一手を見て、3万から切り出しします。赤ウーピンを積もって、イーピン切り。自順に、チーピンを積もって9層切り。赤絡みの多発ができて、本一を見切ります。ツモ3層で老層切り。両面の受け入れができました。ドラのチュンが重なってチーピン切り。チートイツのいいシャンテンです。15巡目に、リャンズを積もって9万切り。メンツテのいいシャンテンです。同順に、下茶からリャンピンが切られ、ポンしてテンパイに取ります。チュンとペイのシャボ待ちで、ドラのチュンなら上がることができます。トン2曲は流局して、全員テンパイ。親の連チャンで一本場となります。トン2曲なんちゃドラはペイ。手牌は6ブロックあります。両面2つとペンチャン2つのリャンシャンテン。ツモ6万で9万切り。ペンチャンがカンチャンになりました。ハッツをポンして、リャンピン切り。手を進めていきます。
つもちいそうでいいピン切り。老僧を積もると連続形になる形です。6万が重なってちいそう切り。両面両面のいいシャンテンで危険度の高いちいそうから切ります。ウーマンを積もってパーマン切り。自順に、つもりゃんぞうでいいそう切り。縦の受け入れもある完全インシャンテンです。中盤に親からリーチが入ります。数万をチーして、6万を勝負。ウッパーピンのテンパイです。チーテンの両系テンパイで親に押していきます。自順にパーピンを積も。300、500は400、600。親番中でドラが3ピン。手牌は役牌の白が統一で、赤ウーソーとドラが2枚あります。つもローピンで初切り。二巡目に、イーソーポンしてローピン切り。厄介の白バックで手を進めます。ターツは赤ウーソーとマンズの連続系のくっつき狙いです。ローピンを切ってダブトンの重なりを見て、役の保険をかけます。つもパーマンでトン切り。イーシャンテンになりました。つも数万で赤ウーソー切り。マンズが三面茶の形の白バックのイーシャンテンです。二巡後に白がアンコになってテンパイ。町はサブロー9万。白ドラドラで7700の三面茶です。しばらくして9万を積も。2600ゴールの上がりとなりました。厄介バックからの親の連チャンです。トン3局親番中1本馬、ドラは数層。手牌は相図が連続系で赤ウーマンの統一があります。三元牌が1枚ずつ浮いている形。ツもパーマンで初切り。自牌を切って手を進めていきます。チューンが重なって1枚切れの白切り。仕掛けても5800点あります。ツもローピンで急層切り。ピン図がリャンカンになりました。赤ウーピンを積もってパーマン切り。手牌はリャンシャンテンです。チューンをポンしてパーピン切り、イーシャンテンになりました。ソーズとカンスーマンはチーテンに取ることができます。リャンズを積もってテンパイ、3万を切ってシャボに受けます。チューン赤ドラでマンガンのテンパイです。終盤に下茶からリーチが入ります。一発目に3ピンを勝負。同順に上茶が切ったリャンゾーでロー上がり。チューン赤ドラで12000は12300です。トン3局親番中2本馬、ドラはウーマンです。50分打ち切りの大会で総合得点を競うので、47300点持ちのトップ目でも親は簡単に落としません。連チャンしての大きなトップを目指します。手配は単野を狙うことができそうです。つもちーピンでパーマン切り。3つ目の統一ができました。2ピンが重なってトン切り。8巡目でチートイツのリアンシャンテンです。まだ一面積もありません。12巡目に3万がアンコになってドラのウーマン切り。47300点持ちのトップ目でリャンシャンテンからドラを切りました。ドラのくっつきを狙ってもこの局は間に合わないと判断しました。14巡目にチーピンをポンしてローピン切り。手配はタンヤオのイーシャンテンです。同順に下茶がツモ切りリーチ。ローソーを積もってテンパイ。トップ目でチーソーを勝負します。カンサンゾーのタンヤオです。ツモリャンゾーでスーソー切り。リャンピンとリャンゾーのシャボに受けます。スーソーもリーチには通っていません。自順にパーピンを勝負。下茶のリーチ者がつもぎったリャンピンでロー上がりし、1500は2100の上がりとなりました。トン3局3本馬、親番中ドラはチーピン。リャンシャンテンの遠い手配からドラを切って連チャンすることができた3本馬。手配は想像で一面つあります。ドラ表示牌が受けるの貫禄ピンがネックになっているリャンシャンテンの手です。つもウーピンでトン切り。統一になりました。つも9ピンでウーピン切り。ドラを使い切れるリャンカンの形にします。貫禄ピンが埋まって9ピン切り。イーシャンテンになりました。8巡目にトイメンからリーチが入ります。リーチの現物はメンツになっている三蔵だけです。一発目に無筋の9万を勝負します。自順にドラのチーピンを押していきます。親番でイーシャンテンを維持します。ここで三蔵を中抜いても折り切れる保証はありません。大きなトップを目指します。12巡目に無筋のパーマンをつもぎり、壊れた重戦車のようにリーチに対して押していきます。15巡目にローソーをポンして K 点を取ろうとしましたが、ローソーがリーチに放銃となりました。トンラスペーチャ5600点持ちのトップ目です。手配は3面積できていてドラの白が浮いています。チャンタの可能性もありますが無理には追いません。赤が入っているアリアリマージャンでチャンタの価値は下がっています。ツモウーソーでリャンゾー切り。手配はイーシャンテンになりました。ジャン島がなく貫禄ソーの受け入れです。この局はラス目のカメチャがキューピンを両面でチー、展望のないところがキューピンの両面チーで危険信号です。トイメンからリーチが入り、現物のチーソーを中抜きしてベタ折りをします。トイメンがリーチをかけて積もって12000の上がりとなりました。難易局親番中ドラボ初。手配は両面とカンチャンとペンチャンターツがあり、5ブロック揃っています。この局は中盤で下茶からリーチが入り、親が2フールをします。親が仕掛けて上がりきって1500の横移動となりました。難易局シャーチャー1本馬、ドラはチーソー、49600点持ちのトップ目です。ツモリャンゾーでウーソー切り。手配は両系の3シャンテンです。この曲はテンパイを入れることができず、ピンフのイーシャンテン止まりで、神茶からリーチが入ります。終盤に親が追いかけリーチをして、流局して二人テンパイです。
ノーテンバップの1500点を払います。難易曲日本馬シャーチャドラは9ピンです。50分打ち切りでこの曲が最終曲となりました。手配はカンちゃんと両面が2つのリャンシャンテ、春付系の軽い手配です。5巡目に2着目のトイメンがリャンマンをポンします。打ち切り終了の曲なのでここは守備的に打ちます。放銃をしなければトップの可能性が極めて高いです。チーピンが重なって現物のローソー切り、チートイツのイーシャンテになりました。ツもチーマンで数万切り、赤馬短期でタイヤをチートや赤の天敗です。ツもチュンで赤馬切り、トップ目なので上がりやすさを優先します。終盤に無筋の3万を積もって仕掛けているトイメンの現物のウーピン切り、打ち切り終了なのでトップ目からは無理をしません。自順にツモチーピンでウソを切り、完全に撤退します。この曲は親の一人転敗で打ち切り終了となり、初戦は 49,100 点持ちのトップで終えることができました。初戦は 49,100 点のトップでプラス 69.1 です。打ち切り終了のある大会で親番でかなり粘って打ちました。ジャンシャンテからドラ切って上がりに向かったり、両系と武系のイーシャンテンからこのリーチにプッシュして連チャンを目指しました。途中で打ち切り終了となり親番は1回やったので、結果的には多く親をプレーすることができたかなと思います。これから2回戦ですね。大会の2回戦目が終わりまして、2戦目は僕は大きめのトップでした。プラス 79.6 です。合計がプラス 148.7 になりました。残り2回戦引き続き優勝を目指して頑張ります。これは3戦目が終わって4着マイナス 48.1、 トータルがプラス 100.6 になりました。これから最終戦です。100ポイント台の前半の人が何人かいて、トップ条件ですね。トップを取っても相手にトップを取られると僕はちょっと厳しい状況です。ポン何ポイントだか満貫です。12000です。大変お待たせいたしました。集計が終わりましたので、表彰に入る前に長町南の人づくるさんから PV イベント、我々もこの間させてもらった M リーグの PV、 そこで使えるこちら500円の割引券を皆さんに、今日頑張ったブービー賞です。平均賞プラス 0.5 です。長打点賞は5点で 61,600 点叩き出しました。麻雀同窓会かっこかり優勝者の発表です。優勝は 163.4 ポイント、今井さんです。手皿で取ります。はい、チーズ。皆さんお疲れ様でした。後ろからずっと見てたんですけど、すごい白熱してて、ちょっと私も打ちたくなりました。またこういう大会も開催したいと思います。ぜひご参加いただけると嬉しいです。では本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。みんなで麻雀が楽しんでいけたらなと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。
最終戦終了しまして、これにて4回戦2着でトータル順位が4位で終了です。参加賞でこちらお菓子ですね、チョコとサラミなどです。庄司さんのチロルチョコになってますね。これ可愛い感じの大会に参加させていただきました。僕は麻雀 YouTuber なんで投稿して広めるという役割を果たせたんだと思います。この麻雀というのをね盛り上げていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。では皆さんまたお会いしましょう。